ヘイトビヒエリーザベト・アメリア・フォン・デア・プファルツは、ドイツのプファルツ・ノイブルク家の皇女。プファルツ選帝公、フィリップ・ビルヘルムとその妻で、ヘッセンダルムシュタット・ハク・ゲオルク2世の娘である、エリーザベト・アマーリアの間の、第十五子、七女として生まれた。1691年2月25日に、ワルシャワにおいて、ポーランド・オーヤン三世ソビエスキの長男役プルドビク。 ソビエスキと結婚した。ヘイトビヒの花嫁持参金は、ノイブルクの盗賊たちの献金で用意された。長子、エレオノーレ・マグダレーネの夫である神聖ローマ皇帝、レオポルト一世は、義妹ヘイトビヒ夫婦に、四十万グルデンで、主礼寺園のオーラウの所領を抵当物件として、与えた。オーラウ城の城主となった、役プ夫妻が、同志のために尽くしたおかげで、オーラウの町は、 飛躍的に発展した。またヘイトビヒは、ピリツァの町に城を建てている。ヘイトビヒエリーザベトは1722年に49歳で、亡くなり、ブレスラウ大聖堂に葬られた。夫役プとの間に5人の娘を設けた。ありがとうございます。